はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ、今回からこちらをやっていきます。リマスター版で PS4 版でやっていきます。でね、レジェンドオブマナは一回もやったことなくて、内容も全然わかんないんで、ほんとガチの完全初見ですね。ちょっとオプションがあるんで、オプションだけ見てみましょう。リングリングランド、よくわかんないんだけど、ね、エンカウントオンオフとかあんのこれ。オフでは強制戦闘以外の戦闘が発生しなくなりますとか、まずそんなあんの。でもこれ経験値とか入んないよね。まあこれは普通にオンにしておいて2人プレイできるんだ、それはいいね。まあやる人いないけどね。これ色ついてないからまだできないのかな。このマップではセーブができません。説明書とかちょっと見ておくべきかな。まあそれは後でやるとして、ダッシュ長押し、うん、まあいいでしょう。まあ一応オプションこんなもんです。ではニューゲーム、日本語すげえいっぱいあったな。あ、これ主人公選ぶのか。まあ男か女かってことだよね。まあ最初なんで男性でやっていきますか。え、装備これ何がいいの。探検とか多分振りが早いんだろうな。結構いっぱいあるね。ロットとかってあれかな、魔法がメインになるのかな。ヌンチャクとか弓は遠距離か。ちょっと無難なやつでいこう、最初だから。片手剣だよね、これ一番多分無難だよ。オーソドックス、何これ。名前を決定します。キーボードオートで名前を入力します。自動で最初、U になってんな。最初の名前、ちょっと待って、これ普通に名前決めんのか。ではミカミックスが入ったのでミカミックスでいきましょう。 OK。 ん？何これ、ロード画面か。今プレイエリアを選択してください。枠内が暗く表示されるエリアは選べません。は？何これどういうこと。なんかアーティファクトみたいなの積んでいくっていうのはなんかわかるんだけど、まあ、最初は多分何にもない土地なんだよね。まあ真ん中から行くか。ちょっとあんまり奇抜なことはしないでやっていきましょう。サラマンダー、サラマンダーの日、ポストを置いてください。地面が光っている場所に置くことができます。あ、なるほどね。1、2、3、あ、結構光ってんな。あれ、これすげえ遠くまで行けんの。あんまり遠くまでは行けないか。ポストなんて、まあとりあえず真ん中にしとくか。これ家、マイホーム、家ができた。世界の始まり。Lee
オープニングがよくわかんないんだけど、ここから説明されるのかな。なんかマナの木があったけど、なんか世界が崩壊したよみたいな。マナの木が焼け落ちたのが900年前。マナの力は魔法楽器やマナストーン、アーティファクトの中にだけ残され、知恵ある者たちはそれを奪い合いました。数百年にわたる戦乱の時代を経て、マナの力が少しずつ弱まるにつれ、それを求める者たちも消えゆくと、ようやく世界に平和が訪れた。それ以来人々は求めることを恐れ、虚ろな気持ちだけを胸に抱いて私の手から離れていきました。私の無限の業から目を背け、小さな争いに胸を痛めています。これはマナの木が語ってんのか。私を思い出してください。私を求めてください。自己主張が激しい。私は全てを限りなく与えます。私は愛です。私を見つけ、私へと歩いてください。寂しがり屋だな。マイホー、動ける。あ、このゲームではセーブ設定が行えます。イベント中、バトル中など一部の場面では開くことができません。はい、これなんか怪しいのがいるよね。これ何、これ、サボテンがいる。語りかける。しかとされた。虚しい。なんか取れるアイテムとかがわからんの。あれ何これ、サボテンくん日記。何これ、なんもない。話しかけたらしかとされましたっていうのを追加したい。この宝箱は特に何かが入っているわけではない。ステータス、ミカミックス、レベル1、ヒットポイント50、経験値は10で多分レベルアップします。シンクロって何？ヒットポイントアップ。ゼロルクでしょ？ウェポン、武器、リスト。ちょっと待って、俺、剣選んだけど最初から持ってるわけじゃないのか。作成物、アーマー、これ何だこりゃ。インスタ、楽器だね。アイテム。うんうんうん、よくわからん。まあいいや、先へ進もう。あの宝箱は取れるんじゃない。100円。てかまあ俺のだからね、マイホームだから。別に泥棒して、うわ、上行ってしまった。泥棒しているわけではない。こっちの部屋はそれなりにさ、なんか揃ってる。え、なんだこれ。人物図鑑、ランド図鑑、アーティファクト図鑑。まあ、ここになんか図鑑が見れますと。キャンセル。一人暮らし？悲しいな。一人暮らしの割には結構広いとこに住んでんね。物もいっぱいあるし。もう椅子なんてこんないっぱいいらないでしょ。誰か人が来んの？まあ、出よう、外へ。あ、今なんかいたよね。こいつなんだ。オープニングちょろっと出てきた。僕、くさびと。世界は見る人のイメージで変わる。知ってた？知らなかった。僕がドミナの街があると思うからあるんだって。知人のポッギールも言ってたよ。世界はイメージ。他の人は違うって言うけど、なんだっけ、くさびとみたいな。ここから外に出てドミナの街がなかったらイメージしてみればいい。これあげるから。積み木の街。AF だからアーティファクトか。これがドミナの町。まあ多分ドミナの町を作るってことだよね。行けるとこどこなの。左に行けんだけど。作成小屋、まだ多分何もできないな。一旦外へ出よう。果樹園に来てしまった。意外に広いぞ。家があるだけではない。こっちかな。ワールドマップへ戻りますか。はい。これでなんかいろいろ作っていくの か、 なんか多分あれだよね、設置する場所によってこういろいろ相乗効果が出たりすると思うんだよね。こんなところにさ選べんの。積み木の町、ここ無理か、光ってないから。あ、自分の家の隣にしか置けないのか。隣町、まあ、左に置いとこう。ここら辺はよくわかんないからな。どう選択していっていいのか。
じゃあドミナの街へ行きますか。ノーム、ノームの日。ドミナ、え、結構広くなかった？おい、誰に言ってんの？名前くらい名乗れよ。ルリ、男性じゃないでよ、女性っぽい名前だけど。ち、気分悪いな。こいつなんだ、剣持ってる、物騒だな。あれ話した、玉ねぎ剣士デュエル。道具屋の主人の部屋に友達のティーポがいる、話があるならそこで。くさびと結構いるな。じゃあ追ってみるか。お、ちょっとのいてほしい。こいつニキータじゃん。譲り合うのが人の道。はい、市場の方に行ってみる。何かあるならそこで聞く。なんかみんなさ、この場面では聞いてくんねえな。アマンダがゾータラポータラって店だね。うるさい、取り込み中だ。まあ確かにね。なぜ黙っている？俺を怒らせるな。何か知っているのか？止める。何があったのか聞く。とりあえず何があったか聞こう。仲間が行方不明。女の子はかばおう。あいつの香りがする。ここに来た、知らないわけがない。心当たりがないのか。俺の仲間がどこ行ったか本当に知らないのか。畜生、時間を無駄にした。一応選択肢は出てくるんだね、ちょいちょい。うん、この子はなんか何も喋らんね。喋らないのか喋れないのか、それはわからない。世界観もわかんないからね。このくさびととかがどういう存在なのか。ジェマの騎士、アイテムを買う。あれ、なんか普通にさ、いろいろ売ってんだけどさ、最初に選んだのって、今俺武器持ってんの？そもそも100円でだって全財産だよ。持ってないよね、装備。ちょっと待って、これ、これ、あ、ブロンズソード装備してんじゃん。ブロンズアーマー、特になんもないよね。まあ、最初は一緒、別に。で、あとじゃあこっち行ってみよう。マナの祝福亭、こいつなんだ、怪しいやつがいっぱいいんな。ピーちゃん、体が弱い。はーい。お店の人はこれなんだ。セーブ、なんでもない。あれ、回復とかはなんか町とかに来れば勝手に回復するのかな。いけるし。客室、この辺で取れた鉱物を売っている。アイテムを買う。いや、竹っていうか何もないからね今。ダンジョンみたいなところは行きたいよね、せっかくだから。ここは行けない。市場へ来いみたいなこと言ってたよね。どこはどこを通じてんのか。あれ、しかもさ、このまま移動できるわけじゃないからさ、ある程度青いとこに行くと入っちゃうんだよね。だから表示してほしいな、そう、ここがどこなのか。それなりに広いよ、だって。ここ商店街でしょ？じゃあこっちも通じてるってことか。で、橋渡って。噴水。カペラ。ジャグラーさん。名前覚えらんねえよ。いきなりそんな出てきたって。まあちょっと先行こう。で、田舎道、郵便屋。まあ、ここは普通の
住宅街的な感じかな。町外れ。いけない。あれ、市場ってどうやって行くんだ。上の方かな。これ一回一回さ、マップ切り替わるのもなんか直に行けないのかな。で、こっちで、こっちで、上ドミナバザール。心がある人はみんなどこか行っちゃう。心ないからどこにも行かない。なんだ、詩人のポキールって誰。ニキータ、旅の商人。街道は盗賊だらけ、街から出るのは怖い。あんたもそう思うにゃ。そんなことはないぞ。頼もしい。盗賊に他言にされて困っていた。二人で盗賊を懲らしめる。うまくいったら大儲け。よしいだろう、やろう。商売上手、損得の分かる人は大好き。ニキータ、商い道中。これでなんか発生したのか。ティーポに会っていきたい、付き合うにゃ。ティーポって誰。勝手についてくる。おお、ついてくんな。ティーポがどこにいるか。ガラクタウキ。自らガラクタと名乗るとは。おい、ちょっと待って、こんなところから話すの。こっちだ。俺を連れて行きな。じゃあ連れてくか。そいつと別れろ。はぁ。いや、すまん。俺は金が欲しいんだ。こういう選択肢があるのか。まあなんかさ、戦闘力的にはさ、絶対あいつの方が強いよね、ルリの方が。いやでも分かんない、ニキータ隠れた才能があるかもしれん。大して当たんないしね。金に関しての嗅覚はニキータの方がありそうだ。とりあえず今は金だ。でちょっと待って、なんか誰かに会いたいってどこへ行けばいいんだ。わかんねえぞこれ。ニキータ機内道中。これしかね、説明してくんねえんだけど。あいつここに入ってったよね、奥とか。玉ねぎ剣士ではない。ブロンズグラブ買ったら忘れずに装備ね。おお、ニキータは久しぶり。これは手放せない。ろくなもんじゃないぜ。玉ねぎは黙るにゃ。これにゃ、街道で手に入れた車輪。ただの古ぼけた車輪にしか見えない。これはただの車輪、ろくなもんじゃない。ウッドくんなはれ。基地中100戦5万とかたっけ。ミカミックスさんに使っていただくにはどういうこと。なんでそんな初めて会ったやつにこんな5万ルクのものを託すんだ。てか5万ルクの本当に価値あんの。一応アーティファクト手に入れたからね。ちょっと行くか。でクラブ買った。これなんだ、これ像がある。打撃の方が有効ってこと。そんな金ねえよ。よし、ちょっと行こう。ではアーティファクト、車輪。どっちにある。ちょっとドミナの街ね、隣接させるか。道ができた。デュオン街道。あれ、ちょっと待って、いきなり玉ねぎ敵味方。分かんねえんだけど、話せねえ。あ、話せた。チャボくんだね。そうだ、違う。バトルで役に立つことを教えてあげるよ。何が聞きたい。あー、なるほど。いや、わかんねえけど。正直わからん。
敵との遭遇はどうなんだろう。まあ聖剣伝説だから多分そのまま遭遇して、そうだよね、借金だよね。とりあえず丸が攻撃らしいんだけど、ちょっと待って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 、これ何パーセンテージ、金が出てきた。あれちょっと待って待って、どういうこと、俺の人々どれ。26経験値は7と2、相手にもパクられた。丸がなんかクイック的な攻撃らしくて、あれちょっと3回勝手に攻撃するんだけど、そんなことないか。拾おう拾おう、俺のもんだ。待って待って待って、12仲間は2人だけ。一応ね、これが強攻撃らしい。あ、そう、動けなくなる。え、待って待って待って、マジでどうなったこれ。攻撃してなかった、そんなに稲妻キックなんか発動させたぞ。ダメージが出るわけじゃないな、これ。強いのか弱いのかよくわからん。そしてヒットポイントもどこだかわからん。分かれ道、あ、これ像がある。え、何これ、セーブポイントとかじゃない。あ、セーブができる。ちょっとセーブしていこう。で、こいつに話す。こんにちは、ダナエ、ガトから来た。あなたも賢人に会いに来たの。何、キュートな耳かすにゃ。プリティーな君と2人でラブラブキャッチにゃ。こいつ女性なの。そちらの方はどうなのかしら。え、賢人って何。大地の顔、ガイアと言われとても古い賢人がいる。会うのが怖い、真実を知ることが怖い。分かれ道、下に行くか。あー、宝箱ある、回収はしていこう。麦の穂、これなんか作物とかも育てんの。え、イカミックス峡谷みたいな。いや、やっぱ3回攻撃すんな。強攻撃、あ、ヒッコ&オメガ良さそうだな。ちょっとなるべく遠くから。道具道具、こいつは道具ばっかだな。必殺技マスター、腹かけ割り、お宝、種。え、経験値がない。経験値を出してくる敵じゃないと経験値入んないんだ。デビルはなんかちょっと1上げたいとか、初手だけ3回攻撃するんだけど、どういうあれなんだろう。ちょっと待って、俺は経験値だ。あ、お前まだ生きてたか。稲妻キック、俺なんか空竹割りみたいな手にいたかった。透明の羽、そろそろレベル上がってもいいんじゃないか。あと4、あれレベル勝手に上がってんじゃん。なんだ、全然わかんねえな。必殺はスキルがあるね。スキルアビリティ、ジャンプ、あ、ガードがある。 L1L2、 あ、4つできるんだ。必殺技、あ、居合とかいうのがあるじゃん。居合、じゃ LK は必殺技にしてみる。空竹割り、多分なんかメーターが出てたからそれを消費するんだろうけど、また分かれ道か。なんかでけえのがいいな、こいつ。ブニュは？すげえ、超ひで。また敵現れんのかな。まあ最初はね、敵現れてもいいけど、ちょっと使えねえんだけど、さすがだ。自動である程度回復するのかな。上の 100% は多分ヒットポイントだよね。あ、これまん丸ドロップじゃない。いや、わかんない、ただ回復するだけかな。あ、いや、できた。ちょっとさ、隙があるよね。ただこ
これカードか。道具。いや今はどっちかって言ったら経験値が欲しいんだけどな。初手強攻撃なんだ。ちょっと一発ずつ当ててなるべく食らわないようにしたいけど、そういうわけにはいかないか。まあゴリ押してもある程度はいいと思うんだよな。経験値経験値、貴様にはやらん。カウンターなんかどんどん覚えていくね。で分かれ道上行ってみるか。あいついなくなってるし。大地の裂け目側、これなんかロビーみたいなやつやん。シーエジャイアントって、いつの間にかなんか技を持ってる。あっち。てかこいつ強え。なんか普通に使えねえんだけど。ひたすらゴリ押す。やべ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 。なんか混乱みたいになってんだけど。てかもうヒットポイントすげえ減ってんだけど俺。なんで2キーター減らないの。安全に戦ってるからか。ポロの弓矢。ああ、これ弓矢装備できるよね、多分。戦闘中は、ただ、変えらんないと思うよね。まあ、減るか。それは減るよな、遠距離だから。溜まってるから、いや使っていこう。これ何？完全に一直線。まだ間合いがなんか分からん。道具は結構入るね。金も入んねえな。もう金か道具か経験値なんだ。こいつらはこいつは弱えな。いやそんなことない。なんか今使ってきそうだな。これさ取らないと消えるとかある。稲妻キック無駄だぞ。必殺技の発動までにそれなりの時間がかかるから、その間になんか逃げられちゃいそうだね。え、なんか どうなってるこれ。オラオラオラ金出せ。出さねえよ。え、ちょっと待って待って、隠られてんだけど。なめんな先生。ゲ強そう。強そう。最初の初手、いやいキュイーンの間は、いや当たった今。ガードしてんな。ガードブレイクみたいなのあんのかな。ちゃんと3発ある。逃げよう。後ろ、正面は危険。後ろを取る。ちゃんと後ろを。お、ピョッター。じゃあ強攻撃でいこう。飛ぶ飛べ。ガードしてる。ガードしてるときは待って待って待って。いやあー待って待って、当たるこれ。当たんねえよ必殺技当てるの難しいんだけど。稲妻キック。俺がこいつの動きを止める。当たってねえし。やばいやばいやばい。あ、ちょっと。あ、そのリンクしてると多分なんかヒットポイントが回復するみたいなのあったよね。な、上のゲージみたいなやつ。あ、分からん、こう俺のもんだ。おお待って、なんでお前が取るんだ。てかどうなのこれ、ニキータってずっと仲間になってるもんだ。これマジでさパクられんだけど。素晴らしい。あんたならやってくれると信じていた。助かったにゃ。あんたやっぱすごいにゃ。大儲けさせてあげるにゃ。ちょっと待つにゃ。3000ルク。300ルク。俺そんな持ってる？持ってない。
ポケット裏返すにゃ。ちょびっとだけある。それで十分。草まんじゅう。ペパタのタコムシ。頭そうな、全然わかんねえんだけど。あ、炎。なんか手に入れたね。え、いっぱい手に入れた。まあ、いろいろ手に入ったから、よしとするか。ニキータ飽きない道中、終わり。はい、というところで、じゃあなんかイベントを一つ消化したっぽいんで、今回はここで終了したいと思います。もうちょっと説明書を読んで、もう少しシステム面とかを学んでから、次回やっていこうと思います。そんなわけで、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナ、やっていきますので、次回も良ければご視聴ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。